ロッキューマガジン、おめでとうございます。ロッキューマガジンさんにはね、はい、ライブレポとかにも入っていただいたりして、うん、とてもね、あのお世話になってるんで、うん、実におめでとうございます。はい、おめでとうございます。お世話になってます。お世話になっております。はい、で僕らね、リフリッチは、うん、から言いたいことが、そうですね、告知言いますと、4月にですね、来月の4月に、コンセプチュアルワンマンと、題しましてですね、まあ、ちょっと面白いワンマンを企画してます。そして、2days ワンマンと、ありまして、まあ、それから2マンツアー行って、なんとですね、8月2日、恵比寿リキッドルームでワンマンが決まってます。わーい、イエイエイエイ。さあ、リフリッチの成長した姿を見せつけるべくですね、ちょっと大きな会場で僕たち進めていこうと思うんでね、ぜひぜひ遊びに来てあげてください。まあ、そしてね、9日、まあ、10日、9日後ですかね、僕たちの新しいシングルも出ますし、はい、出ます、はい、マニックピクシー、マニックピクシー、はい、久我さん、どんな内容ですか、こちらは。はい、今回はですね、うん、PV 付きの、サードシングルになってまして、うん、食衝動っていうテーマをもとに、かなり激しく、かつ面白く、素晴らしいエンターテインメント映像を、作り上げたと思ってるんで、3月27日です。はい、ぜひ皆さん、買ってみてください。はい、はい、よろしくお願いしま す, お願いします。さあ、それではいきますか、締めますか、いきますか、はい、まあ、せーの、ラッキュー。